前田翔です。ちょっとね、挨拶でふざけてしまったんですが、少し前にね、自分の YouTube のコメント欄に、なんか太ももの上に何かが浮遊してるっていうコメントが来て、何かなと思って、自分は大体ね、YouTube のコメントはほとんどチェックしてて、でちょっと、数が多くて返せないことが多いんですけど、結構ほとんど見てるんですね、コメント欄を。でそういうなんか太ももの上になんか浮遊してるっていうコメントが来て、なんだろうと思って、でそれを見てみたら、なんとオーブがね浮遊していたんですよ。オーブというのは、霊的な存在と言われており、あと神様だったりとかいろいろ言われてるんですけど、動画で確認したところ、本当にオーブが映っていました。最初はホコリかなと思ったんですけど、オーブでした。でそのオーブにも種類があって、なんか赤色と黒が危険って言われており、動画で映っていたのは透明とか白かな、神的な存在とか守護霊とかその地のエネルギーとか言われており、なんとこのマイナスショーチャンネルに初めて霊的なものを撮影することに成功しました。霊的なものに詳しい方、またオーブに詳しい方、ぜひコメント欄に詳しいこと書いてください。はい、ということで、ちょっと怖がらせてすいません。その動画の URL は下に載せておくんで、ぜひチェックしてみてください。で僕的な感想だと、投稿してから1年以上経つかな、でコメント欄にそういうコメントが来て、編集してる時も気づかなかったし、動画上げてから多分3回から5回ぐらい見たんですけど気づかなかったんで、他の動画でもね、そういうオーブが映ってる可能性があるなと思いました。はい、ということで、今日はねちょっと太鼓動画ネタはあるんですけどお休みします。編集ちょっとね休みたいんで、なのでぜひ過去動画やそのオーブが映ってる動画ぜひ見てください。ではご視聴ありがとうございました。